ちら様ですか？こんな時間に探偵の部屋をノックするからには相応の理由はあるんですよね。そうだ、今回のゲームを始める前に一つ宣言があります。ああ、例の探偵宣言とやらか、好きにするがいいぜ。いいえ、その逆です。勝負の冷凍をあげようということです。勝負の冷凍とは？何何？面白そうなこと言い出すじゃない。どういうことよ。簡単な話よ。前回のゲームはバトラが一本取ったわ。だから今回エリカが一本を取ってもイーブンにしかならない。前回のゲームは引き分けだったのでは？勝って当たり前のゲームを落としたのよ。あんなの負けでなくて何だというのよ。ねえエリカ。はい、我が主。私がブジャマを晒さなければ勝てて当然のゲームでした。はは、なるほど。つまり今回わざと探偵宣言を出さないことで、わざと不利に戦い、それでも勝ってみせちゃって、前回の負けを帳消しどころか大逆転にしようって魂胆ね。バトラさんの渾身のゲームにそんなおかしなハンデをつけて戦うなんて、身の程知らず以前に失礼です。そうだな、むしろ負けた時の言い訳にするための保険にすら聞こえるぜ。確かにそういう見方もあるわね。勝てば大勝利。大丈夫よ、ちゃんと賭けるものは公平だわ。今回のゲームに探偵宣言なしの人間で勝てれば、バトラたちの魔女幻想は粉々に再起不能。でも逆にエリカが負けるようなら、このゴミクズ探偵は忘却の深淵に最悪のかけらと一緒にぶち込んでやるのね。公平でしょ。探偵という超人でなく、ただの人間が魔女幻想を打ち破るという最高の勝利。それと引き換えに自身の破滅をかけてるわけ。私はかつてのベアトとあんたのゲームみたいにダラダラとぬるいゲームを繰り返されちゃもう退屈なわけ。だから勝負の冷凍を上げて一気に勝負をさせるわけ。まあ確かにそうね。今回のゲームをバトラが通しちゃったら、ベアトのゲームにバトラが勝利したことになり、ゲームは終了してしまう。ある意味逃すことのできない決戦だものね。言い分は分かった。エリカはそれでいいのか？ええ、もちろんです。前回の敗北で失った主よりの信頼を取り戻すために、私は自分の破滅すらもかけるのです。お前の意志なのか？どうしたのエリカ、答えてあげなさい。当然です。私の意志です。私は絶対に負けません。探偵宣言なんかなくても、あんたを必ず打ち破ってみせます。バトラさん、いいだろう。お前がそうしたいというなら、その勝負を受けてやる。ありがとうございます。受けたことを必ず後悔させてやりますから。まあ思えばバトラだって人間側だった時はずっと探偵権限なんて便利な力は一切なかった。許されてたのは青き真実と復讐要求だけ。そういうこと。ある意味前回のゲームの方がアンフェアだったわけだわ。それで勝ちを落とすのだから、それは負けと全く同じ。好きにしろ。お前が探偵宣言をしたくなったらいつでもすればいい。今はそれを保留していると理解しておく。誰が宣言なんかするもんですか、あんた程度の相手に。では始めなさい、二人とも。私の退屈はもう始まっているわ。お任せを。
我が主、必ずや魔女幻想を打ち破ってご覧に入れます。ずいぶん前に下に飲み物を取りに行くと言って降りたきり戻らないんだ。ひょっとしてエリカちゃんの部屋に来てるかなと思ってね。来るわけないです。屋敷にでも行ったんじゃないですか。屋敷の使用人室や食堂に電話してるんだけど誰も出なくて。あなたたちはここにいてください。私はちょっと屋敷の様子を見てきます。危ないよ、こんな時間に。この閉鎖された島に不審者がいるはずもないじゃないですか。いとこ部屋とやらにいてください。何かあったら連絡しますから。ゲストハウスの使用人室の人たちにもゲストハウスを出ないように伝えてください。では。ちょっとエリカさん、変わった子だね。第一の晩は夜が明けてから発覚がパターンでしたが、今回は即勝負ときましたか。ゲストハウスで事件は起きていないとなると、惨劇の舞台は屋敷ってことになりますね。警察と救急車が来てくれるって言うんです。どうせ電話は普通にされてるんですから、落ち着いてください。それでは死者と現場、状況の再構築をお願いします。小休止に出た人間が戻らないので、大人たちが客前へ行ったところ、扉が内から閉ざされて開かなかった。後にわかるが、客間内の帽子掛けが観音開きの扉に内側から勘抜きにされていた。扉は内から閉ざされ、そして窓も内側から施錠と言いたいわけですね。そういうことだ。外に回り、窓から客間内を見たところ、ローザがソファーに不自然な格好で横になり、額から血を流しているのが見えた。そこでガラスを割って客間に入り、他にマリアも壁際に血まみれで倒れているのを発見した。なるほど、それは大騒ぎですね。他の現場は？エリカが屋敷に入った時、玄関が施錠されていなかったのは、この客間を外から確認するために出入りがあった。その直前までは施錠されていたため、他にも姿を消した人間たちが屋敷内のどこかで倒れている可能性があるとして、大人たちは今屋敷中を探し回っている。先ほど長々と見せていただいたゲロカス妄想での犠牲者と死んだ場所は実際にも同じですか？同じだ。客間にはローザとマリア、それからナツヒが自室で、
キリエがクラウスの書斎、エヴァはバラ庭園。いいえ、貴賓室に移動させたんでしたっけ。そうだ、エヴァの遺体は貴賓室で見つかる。これで犠牲者5人ですね。おや、第一の番には1人足りない。6人目は誰で、どこです。な、旦那様、この部屋にもチェーンが。切断しろい。犯人が隠れてるかもしれねえ。ゴード、やる。誰が嫌がる。出てきやがれ。ベッドに誰かいるぞ。兄貴、明かりを。バトラ、お前どうしてこんなところに。です。信じられんことだのに、この部屋も密室だ。またですか。そうだ、キリエさんのいた私の書斎、ナズヒの自室、エヴァの貴賓室、ローザ親子の客間、そしてこのバトラ君の客室、全てが密室ということではないか。わけがわからん。まさか自殺だとでも言うのか。そんなことあるもんか。これがどう自殺だってんだ。バトラー。おや、これは意外でした。まさか6人目はあなた自身とは。たまには自分殺しも面白いもんさ。そして全ての現場はいずれも密室です。魔法以外ではなし得ない殺人です。ふっ、それを暴くゲームじゃないですか。すなわち魔法以外でなし得なければならない殺人というわけです。だって本当に魔法でしかできなかったら、それってゲームが成立しませんから。面白い考え方だな。なるほど、確かに俺たちのゲームはそういうゲームだ。今ならわかるわ。セールチーヤで
ムカつくクラスメートたちを殺せと七姉妹に命じたとき、どうして彼女らにそれができなかったか。そしてマモンが言った意味が今ならわかるわ。魔法は自らの手で成し遂げられることしかできないということか。魔女は魔法をもってしても自らにできないことをできない。自らにできることのみ魔法で装飾できる。面白きかな。魔法を使わずして成し遂げる者が魔法を語り魔女を名乗るのだから、このエリカとやらはそれを初めから理解している。だから絶対に魔女に屈しない。絶対にトリックで説明できるという信念を持ってる。かつてのバトラにはそれがなかったから、これまでアーも翻弄されてきたというわけだ。このルールを見破られたら魔女に勝ち目はなくなるわ。だからそれを見破られる前に相手を屈服させなくちゃいけない。長引けば長引くほど、そしてヒントを与えれば与えるほど魔女は圧倒的に不利になっていく。エリカ卿、ご存知とは思いますが、念のためご忠告をいたします。はい。何です？エリカ卿は確かに写真並みの驚くべき記憶力をお持ちです。それは探偵権限と組み合わせることで何者にも欺かれぬものとなり得ました。ああ、分かってます。探偵宣言をしていない私は写真並みの記憶力を持っていても欺かれない保証はないってわけですね。もちろん理解していますとも。かといって現場を